大変長らくお待たせいたしました。それでは、記者会見を始めさせていただきたいと思います。冒頭、社長の斉川の方からございます。そこはですね、やはりご質問いただければと思います。一人でも多くの方のご質問をお受けしたいので、検察当局による捜査も進んでおりまして、当該の2人は今夜すでに逮捕されているというふうに私は理解をしております。ただし、先ほど申し上げたとおり、その解任を提案をするということを決断したということでございます。正式にはですね、これ明後日でいいのかな、木曜日かなにですね、木曜日に、代表権そして会長職を解くことを提案して、承認すべく私が取締役会を招集をする予定でございます。捜査の方も並行して進めていただいているということですけれども、その理由を実感する特別背任で捜査容疑がかかっているんじゃなくて、今回どうしたと言いますか、社長、今回その、内部通報があって感じ、ガバナンスという観点においてはですね、やはり課題が多いと思っております。特に大きな構造として 43% の株を持っているルノーのトップが日産トップを兼任するということはですね、やっぱりあまりにもガバナンス上一人に権限が集中すぎることは問題だと、これだけが原因ではなくて、これはやっぱり一つ誘因だというふうに思いますので、先ほどの委員会でもそこも掘り下げていただければというふうに考えております。すみません、テレビ朝日金井と申します。よろしくお願いします。来られたというふうには冒頭も社長おっしゃっていましたが、特捜部ですね、皆さん、